おはようございます。こんにちは。こんばんは。桂咲之助です。はい。寒い日にちょっと温まろうと思ってスターバックスコーヒーに入った結果、オペラフラペチーノを頼んでしまいました。めちゃめちゃフラペチーノ、アイスですよ、これ。いや、もう、広告の看板があまりにも美味しそうやったんでね。なんか、これホットもあるんかなと思ったんですよ。これオペラフラペチーノホットでって言ったら、はぁみたいな顔されまして、そりゃそうですよね。フラペチーノったらアイスですもんね。だから、ちょっと頼んでから後悔したんですけども、まあでも出てきたの見てね、めっちゃテンション上がりまして、慌てて撮ってたんです、これ。もう慌ててスマホ向けて撮ってて、なんかすごいですね、これ木のストローなんですけど、木のストローが、このフラペチーノにつけると、めっちゃつくんですよ。なんか、これフラペチーノめっちゃコーヒーっていうんですか、これエスプレッソつい、フラペチーノついてるでしょ。めちゃめちゃつくんですよ。なんか食べに、飲みにくいなと思いながら。で、だんだんこの木というか紙のストローが湿ってくるんで、ね、早く飲んでしまわないといけないっていう、このプレッシャー、緊張感の中、今飲んでおります。いや、そら広告見たら飲みたなりますよ、これ。You are in chocolate. 心まで響く、甘美な口どけ。この上ない瞬間を大切なあなたに。チョコレートのシルク、パリのオペラ座の名を冠したチョコレートケーキオペラ。何層にも生地が重なる、その気品ある美味しさをイメージしました。ホイップクリームに重ねたチョコレートグラッサージュソースに光り輝く金粉をトッピング。うわー、すげえな。まだありますよ、これ。こだわりを尽くした特別な一杯、チョコレートの高骨をあなたへと。もうね、こんなことが書いてあるんで。ホットドリンク頼もうと思ってたのにね、思わず頼んでしまったわけですけども、やっぱりこのオペラっていうのすごいですね。チョコレートケーキのオペラっていうだけあって、なんか濃厚な、他のチョコレートドリンクに比べてすごく濃厚でしたね。で、スポンジとかは入ってないんでしょうけども、そのフラペチーノのシャリシャリ感が、そのスポンジに風に感じになってて、本当に冷たいケーキ、アイスケーキ食べてるみたいな、ちょっとそんな一瞬そんな気になりました。はい。で、僕は今これ飲みながら何を考えてるかって言いますと、この後の仕事の枕、落語をするんでね、その落語の前の枕の部分何喋ろうかって考えてたんです。で、なんか、お寺さんの集まりなんですね。お坊さんとかそういう人らが集まってる会で、まあ、やっぱりそういう話をした方がいいかなと思いまして、で、ちょっと、とある、そういう宗教に詳しい、仏教に詳しい先輩がいらっしゃるんですよ。僕の先輩で、露の丸子さんっていう尼崎でね、お寺をやってはりまして、尼に住むプロの尼さんっていう、ちょっと面白い先輩がいるんですけども、その丸子姉さんが、ちょっとお寺のこととか詳しいんでね、そういう人に、何言ったら受けますかっていうことをちょっと事前に教えてもらおうと思って LINE したんですよ。そしたら帰ってきた LINE がですね、ナムアミタイツって書いてあったんですよ。意味わかんなくないですか、ナムアミタイツって。何のことかなと思いまして、でちょっと全然わからなかったんで、何ですこれっていうふうに返したらですね、ナムアミダブツっていうのはありますよね。で、ナムは消えするという意味だそうです。で、消えっていうのは、まあ、神様を信じる信心ですから、神様の頼りですね、神様にお任せしますということです。まあまあ拝むっていうことですよね、ナムは。だからナムアミタイツって言ったらアミタイツを拝むっていうことなんですけど、どういう状況なんかなと思いまして、で、まあまあそれを元に考えたのが、まあとある落語会の後に、そこのお寺の落語会がありまして、お寺の落語会の打ち上げで、そこの住職にバニーガールのいる店に連れてもらったら、住職がちょっとフェチな人で、そのバニーガールが履いてるタイツに向かって拝み出して、あ、これがほんまのナムアミタイツやー言ってね。山田くん、座布団全部持っていきなさいって言われそうな感じになりましたけども、まあ、そんなこと考えながらちょっと飛んでたんです。まあまあこの後ね、それを言おうかなと思ったんですけど、で、この集まりがですね、
まあ、いろんな宗派あると思うんですけども、浄土真宗やったんですね。で、浄土真宗っていうのはなんかそのマルコ姉さん曰く、教義が一番厳しいから下手なこと言わん方がいいよって言って、怒られるよって言って、結局言わんかったっていう。何やってんこの時間っていうのが、ありましたけども。なんせね、落語会っていうのはこう、その時その時で枕を変えますんで、やっぱ今日のお客さんにあった話をね、特に自分が得意じゃない分野とかいうのはいろんな人に聞いたりとか取材したりとかするんですけども、マルコ姉さんに聞いた話が全く役に立たなかったという。でもこれどっかでまた使いたいですね。何やろ。ナムアミタイツですっていうね。これちょっと小話にして、どっかでやろうと思います。あ、ぼちぼちなくなってきました。これね、中にね、シャリシャリした部分がね、すごく残ってるんですけど、このシャリシャリした部分が、こう、紙のストローで吸えないんですよ。で、ちょっとどうしようかなと思って、今なんか、もう飲みにくいなと思ったんで、あ、カメラ出しましたね。これカメラで実は、さっき、撮ってたんです。飲む前に写真撮ってたんでね、その写真ちょっとご覧ください。どうぞ。こんな感じです。で、こんな感じで撮って、これまたブログに上げようと思いますので、これはね、ソニーの α7S3 っていう僕のお気に入りのカメラで、いろんなポートレートとかね、撮ったりとかしてるんで、またよかったら、そんな写真も、先之助の、写真専用のアカウント、ツイッターありますんでね、フォローして、先之助フォトっていうのでやってますんで、よかったらフォローしていただきたいなと思うんですけども、もうぼちぼちこれね、本当にこれ、中のジャリジャリが吸えないんですよ。もう、ジャリジャリが吸えなくて、この状況からなかなか減らないっていうね。みんなもかき回してるもん、もう、やっぱ紙のストロー良くないですよね、ほんと。マジで普通のストロー、前のストローが濃いし、まあ環境とかわかるんですけど、なんかそこは科学技術で、その、紙じゃないストローを開発してくれないですかね、環境にストロー。これ全然減ってないですもん、ほら、もうほら、もうイライラしてきた。イライラしだした。ガチガチやってる。ガシャガシャやってんなぁ。もうそろそろ諦めるんですよ、これ。でもなかなか諦めないです。だって結構入れないし、ほらもう、ほら映した。映像に映した、ほら。もうシャリシャリ残ってると踊らへんって言って。でもこれで諦めました。これ以上飲めなかったです。残念ながら、もうぼちぼち仕事の時間やったんで、ここで諦めました。はい。というわけで皆さんここまでご視聴ありがとうございました。バイナラー。